つ。人生そうだ。うん。なんか 80s のドラマとかになんかそんな真剣なお兄ちゃん見たことないんです。どんな？ファンタスティック。ファンタスこれが。これね、チャラいんです。めっちゃすげえ。はい、ということで、ウォーシュウォーシュ、今日も始まりました、洗濯ブラザーズリブレの YouTube チャンネルですね。いつもですね、ちょっと今日は違うロケーションからになるんですけど、見てください、密宿。あのいつもですね、 YouTube を撮影している、リブレ密宿ショップなんですけども、今までよく考えたら紹介したことないよねっていうことになりまして、今日はぜひ皆さんにディテールを紹介していこうと思いますので、ぜひついてきてみてください。 Come on!で、下にはサンデーさんっていうね、なんだろう、鎌倉野菜を使ったカフェが普段は開いてますんで今日は閉じてますけど、はい、ということでリブレ密宿ショップ到着しました。こんにちは。どうしたどうした待って、バリバリ。どうしたこれ何ですか。え、自分の本の勉強しとる間違いだらけの選択術。あれ、はい、あれ、はい、これ一緒の人ですか。あ、そうです。あ、こんにちは、はい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 、こんにちは。ちょっと今日はね、人生相談にしに来たんです、はい、人生相談。うん、初めてされる僕でいいのちょっとお願いしたいなと思いまして。僕でいいんですか。はいはいはい、はい、乗っかろうか、それ、うん、それに乗っかってくれる。戻しますか。戻して戻して戻す戻して戻して。違いますよ、ここはグリーニング屋さんですから。もう一回言ってもらっていいですか。え、ここは、ええ、占い部屋ではございません。占い部屋ではなく、ございます。これは何屋さんなんですか。これはクリーニング屋ですよ。あ、ご察しの通り。ご察しの通り。いや、これね、正直知らない人も多いかと思うので、はいはい、しっかりお伝えしていこうと思うんですけども、はいはい、今見えているこれですね、はい、リブレのロゴの後ろに見えておりますこのクローズたちはですね、実際これお客様から預かったグリーン、はい、そうですね、はいはい、ちょっと見ていきましょう、はい、まあ、なんかこれかけてあるやつ、なんかすごい懐かしい感じする。これねなんか 80s のドラマとかになんかそうですよね、なんかね、昔っぽい感じの。そう、ぐわってこれ動くんですか。これ動きますね。あ、動くんや。ええ、楽しい。僕のメリーゴーランドや言うてありますよ。言うてありますよ。僕のメリーゴーランドそれ絶対1回目じゃないでしょ、使った。いや、ほんまに1回目です。ほんまに。いや、ほんとほんと今怪しい。絶対誰かのやつ。そう、これは結構レトロな感じなんですけど、うん、レトロな感じですよね。ここにモニターがありましてですね。え、どういうこと。あの、この番号を押すとこれがサッとここに来るという仕組みの。え、そうなんだ。え、はい、じゃあ70番え、ほんまに。え、これはマジで知らんかったこれはマジで知らんかった、はい、そうです。あ、来た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 、ね、このこれ見て、70番来た、はい、これなんか、え、クリーニング屋さんと言いましても、どんなクリーニングをされてるんですか。我々このリブレはね、密宿店だけじゃなくてですね、横浜店が2007年からあのやってまして。2007年、はい、うん、あの結構ね、そういう舞台ショーの方をやらさせていただくことが多くて、うんうんうん、で、まあ、ここの密宿店は一つの最大のこだわりは、うん、水洗いオンリー。聞きましたか、はい、水洗いオンリー。はい、いつもなんかドライクリーニングなし、水洗いオンリーです。あ、おお。普通は皆さんクリーニング出すときって多分ドライクリーニングですよね、多分ほとんどの方。まあ、あのデリケートのものはドライクリーニングになりますね。ちょっとすごいハードな油汚れとか、うんうん、そういうのはね、やっぱドライクリーニングがいいので、うんうん、まあ、それやりつつも、うんうん、まあ、一点一点こう手洗い、水洗いっていうのをわーでやらさせていただいております。あ、一点一点、うん、わー。そう、だからなんかこうね、同じ洗濯機バーッと回す感じじゃなくて、うんうん、一点一点こう衣類のその汚れ状態を見極めながら、うんうん、あのクリーニングをやっていこうということで、うん、なるほど。もうちょっと
と気合い入りすぎてですね、うん、もう本を今読んでたんです。あ、なるほどね、初心に戻ろう。ちょっと暑くなっていいですか。本気だよ、本気。ちょっとこの話出して暑くなってきたよ。暑くなってきた、本気ですから。気合いしてください。リブレは本気、なるほど。そうです、本当に。じゃあちょっと見ていこうかな、はい、いろいろ落ち着いていきましょう。だからクリーニングはね、本当ぜひ、うん、まあ、結構ね、あの、うん、ハイエンドなブランドを、うん、扱うことが多くて、あのね、ちょっと困ってるという方はぜひ、うんうん、あの三宿店までお越しいただいて、なるほど、まあ、もしくは横浜の方もありますので、うん、なるほどなるほど、まあ、三宿の方がね、うん、あのアクセスいい方もね、まあそうですね、はい、いらっしゃるかと思うので、はい、ぜひ一回来ていただきたいところではあるんですが、はいはいはい、例えばブランドとか何が結構いけるのって多分思ってる人はいると思う。ブランドもいろいろあります。もうグッチもさっきありましたし、うん、マルジェラですとか、うんうん、あ、マルジェラね、確かに、はいはいはい、まあそうですね、高級な衣類が結構、これね、お客様、本当のお客様のものなんで見せれないんですけど、あんまり見せれないんですけども、うん、まあ有名ブランド、ベルサーチとか、うん、見えましたね、うん、そうですね、はい、あとダウンもね、今ちょっとあれですね、結構、うんうん、衣替えでね、今シーズン、あの、うん、出していただいてますんで、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、まあそうですね、 YouTube でやるの初めてですからね。そう、見たことない。だってこんな機械とかも、はい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 、え、なんかこれ見えるかな、はい、ということでこれ見たことがない。見たことないでしょうね。だってこれ何見て、はい、ハイパーシルクガン、はい、そうですね、ガン言うてもて、でこっちはハイパーシルクガン、一緒や、色違い、色違い、色違い、これ多分、え、これクリーニング屋さん的には普通、普通だけど、私ら一般人多分見たことないですよね。見たことないでしょうね。で、まあいろんな溶剤がね、その汚れに合わせた染み抜き、あ、はい、染み抜き、ええ、あ、じゃあ汚れの種類によって、よって、はい、あー、いせいやいせいや、だから次男言ってたじゃないですか、この前ね、うんうん、そのクリーニング出すときは、うん、まあ何の汚れか言ってくださいと、あ、そうすると溶剤が決まるって言ってたのはこの溶剤のことですね。なるほどね、はいはい、じゃあこれ一つポイントですね、クリーニング屋さんに持って行った時は、はい、何で汚れてるかはしっかりお伝えした方が汚れは落ちます。そうです、はい、適当にそこはね、そうですね、うん、はい、デリブレさんはちゃんとそこら辺もコンサルティングしてくれるってことですね。まあ、あの確認してね、うんうん、そうやって聞いて、うん、まあ、一番早い解決法を探すっていうのが、うん、一番やっぱ生地にダメージなく、うん、そのね、あの一発でできるんで、ね、あ、確かに何回も洗うのが一番ね、そうです、あれかなこれかなっつってやるよりは、うん、ダメージがね、はい、もうピンポイントでやって、うん、っていう方がいいのかなと思ってます。なるほど、こんな真剣なお兄ちゃん見たことないんですけど、はい、あ、ダメ、もうちょっと、いや、いい大丈夫ですよ、すごいいいと思う。ちゃんとしすぎてる、ちゃんとして、ちゃんとして、いいですか、はい、ちゃんとして、そうそうそう、で、なんかその後ろにあるのは何、あの、うん、あれですよね、絵の具ですよね、はい、きっと、そうですね、顔料ですね。あ、顔料ね、はい、色抜けたりとかほわーすると、まあこういうので色を入れたりとか、うわ、ね、色こういうのなんかプロフェッショナル用語でなんて言うんですか、色かけ、あ、色かけ、そうですね、へえー、すっごい、そうそうそう、ほんまにすごい色あるけど、まあいろんな色を混ぜ合わせて、それに合った色をこう見つけていくという、あ、抜けたところとかに、まあ、そうです、そうです、へえ、まあ、非常にね、職人さんの技ですね。これは筆の種類、私の化粧道具の筆よりもすごい種類あるもん。見て、すごい。すごい書道家の人みたいですよ。なんか本気、ガチですよ。まあまあね、いわゆるクリーニング屋さんですよ。ねえ、なんかいつもね、うん、はいはい、あの洗剤をね、うん、結構使って洗ってみましょうみたいなワークショップをね、あ、やってますね。YouTube でやってるから、多分、え、こんなしっかりしてるんやっていうのは、おい、見たことがないと思う。いや、ベースはもうクリーニング屋さんで、まあ、2007年からね、うん、いろんなお仕事をさせていただいてて、うん、まあ本当に、うん、まあ今ね、いろんなレンタルサービスのクリーニングも、うんうん、もう何、もう1万着とかそのサービスに関してやってるんじゃないですか、ね、そのハイエンドなものばっかり、ね、はい、で、まあ、うちだけでできないので、うん、まあ、神奈川県内および、うん、まあ、近隣の、うん、まあ、あの有志のある、うん、有志のクリーニング屋さん、うん、なんていうんですか、そういうのそういうのってなんていうの、提携か、提携クリーニング屋さん、うん、工場さんと提携して、うんうん、今ガッとそういうのを取り組んでるんで、
あれですよね、要はレベルがちゃんと高いところを厳選して、はい、なんかこうアライアンスを組んでるというか、そうだから、うん、そういった、まあ、サービスの、うん、まあ、あの、うんうん、ちょっとこう生地を傷めずに、うん、難しい素材を、うんうん、丁寧に洗い上げるというのを、うん、まあ、あのこうやってグループでね、うん、今やってるんですけど、うんうんうん、まあ、そういったこう本格的に、うん、あのクリーニング業としては、うん、実はやってるんですよ。そう、はい、洗剤屋さんと思われてるんですけど、ね、そう、私もずっと洗剤屋さんと思ってたんです。違います。まあ、あのそういった衣装とか難しいものに実際使ってるのは、うん、まあ、僕たちがオリジナル開発した、うん、まあ、洗剤ではあるけども、うん、クリーニング屋さんです。クリーニング屋さんなんです、実は。これは今日のね、ぜひテイクアウェイとして、はい、今日のポイントとして押さえていただきたい、ね、リフレは実はクリーニング屋さんだよ。知ってると思いますよ。知ってる、うん、多分ね。ただ未熟にこれ持ってくるか持ってこれるかって知らないからね。確かに確かに。はい、はい、なんかいろんなアーティストさんの服、はい、衣装、はい、を洗ってきたっていう話だと思うんですけど、まあね、ちょっと知りたい、はい、まあね、うん、どんなファンタスティック、ファンタス、わからん、ファンタスティックビート違う、ブルーノマーズさんとか、それこそブルーノマーズ、はい、大好き。ポール・マッカートニーさんとか。え、あ、そうなんだ。はい。やってましたよ。やってましたよ。ソーマンさんが。もう信頼があるからこそ。まあね。ね、お話ししたい。でもやっぱりこう、うん、ビビるでしょうね。うん。ほらね。ほら、一点物ですから。確かに。そんな有名どころ来られたらね。まあ、普通は多分やらないですよね。怖くて。怖くてできない。うん、ね、うん。あれ、なんかなんでそもそも、うん、なんか、それはドライクリーニングしてたんですか、その衣装自体。いやだから、うん、そのそういうライブ公演って、うんうんうん、そのワンデーだけじゃないじゃないですか、うんうんうん、このね、うん、毎日連続だっていろんなところでやるから、うん、だからそのね、うん、まあ、夜預かっては次の日また届けてみたいなことなんです、うん、ああなるほどね、うん、だから、うんうん、結構ドライだと、うん、こうね、やっぱりこう乾燥で、うん、残ってたりするとですね、うん、そういう、まあ、肌刺激があったりとかするんで、肌刺激ね、そうそうそう、それなんか前教えてくれました ね、はい、うんうんうん、だからまあ水洗いでいくしかねえなっていうところからがスタート、うん、あ、そこがスタート、そこがスタートで、この洗剤を作ったみたいな感じですか。そうです、そうです、そうです、ちょっと説明してもらってもいいですか。はい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 。え、まず、うん、まあ、あの、もともとは本当に自分たちのその業務を、うんうん、いかにこう効率化させる、うん、まあ、水洗いを成功させるかっていうのでずっと研究してた、うんうん、まあ、アイテムというか洗剤なんで、うん、まあ、こうやってね普通に販売するっていうことじゃないんですよ、もともとはですね。あ、じゃあ何、初めはもともとはこうやって製品化するつもりは、うん、全くですなかったんだ。なかった、なかったというか、まあ、そういう仕事を受けたんで、うんうん、まあ、どうやったら水洗いしても、うんうん、まあ、縮みなく洗えたりとか、うんうん、あとね、結構点数が多いとめちゃくちゃ時間かかるんですよ、うん、でその時間をいかに短縮できるように洗浄力があって、うんうん、もうすすぎも1回でよくて、うん、柔軟剤もなくていい、うん、だから時間も、まあ、時間との戦いですよ。預かって公園だもんね、そう、納品するまでの時間との戦い。それも次の朝にはもう届けなきゃいけないですもんね。そう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 。ああ、なるほど。だから、うんうん、やっぱり柔軟剤使わないといけなかったら、うん、まあ2、3回すすぎ増えたりするでしょ。する。それがまあ10点、20点になると、ねえ、ね、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。倍の倍になってきますもんね。そう。で、まあ一発でこう汚れが落ちなかったりすると、また洗ってとか、うんうん。で、服も傷むし何回も洗うと。そうそう。だから、リブレの洗剤は何が違うんですかってよく言われるんですけど、うんうんうん、あのね、洗濯洗剤屋さんが開発した洗濯洗剤じゃなくて、おわ、うん、わかります、うんうん、わかる。もう一回言って、もう一回なんて言ったっけ教えてくれる洗濯洗剤屋さんが作った洗濯洗剤ではないです、うんうん、我々はそういうその、うん、実際、うん、現場でですね、うん、まあこうでもない、ああでもない、うん、もっと時間短縮できる、うん、もっとこういう汚れ、ファンデーション動乱とか、うん、まあ、一発で落ちるような、うん、だからちょっと特殊かもしれないですね。ね。本当に、そういう意味では。うん、だからそういう発想で、うん、洗濯洗剤作ってる人って多分いない
と思うんです、そこはまあ自信を持って、自信を持ってというか、まあいないでしょ、いないよね、はいはい、なるほどなるほど、じゃあそういうだからまずそこの視点が違うっていうところです、うん、もうそこはしっかり、はい、伝えていきたいところで、そうで、まあもう一つこだわってたのは、まあそういったケミカル成分よりかは、やっぱりそのね、天然成分っていうのがもうベースでこだわりとしてあるっていうところです、あ、天然成分ベースなんですね、もちろんもちろん、あ、はい、もちろんロン、ロンのもちロンのもちなんかじゃあ初めは多分ね、そんな種類なかった、いやなかった、もうだってこの無香料しかなかったですから、あ、初め無香料しかなかったの、君ら知らないでしょ、知らないよ、無香料しかなかったですよ、あ、これ、これが一番最初にできたやつこれがスタート。だって、はい、そっか、匂ったらあかんもんね。ね、忍者さんのために。はい、そっかそっか、はい。だからこれを本当に、あの、衣装洗いに使っていて。これで、まあ実際、今も、この前工場行ったでしょ。うんうん、行った。これ使ってます、基本的に。これもね。はい、あ、そっかそっかそっか。はい、お客様のものを洗うときはね。そうですね。匂いつけたらダメだから、はいはい、実際これでクリーニング師が洗ってるんですよ、工場で。そうです。まあだからこれが一番最初にできた、まあ、ね、始まりの商品、始まりの商品、はい、からの、はい、なんかいろんな種類になっておりますけれども、これがグリーンアップル、フォレスト、ビーチ、ベルガモット、あれ？あれまあエストネーションのコラボです、ね。あ、え、なんかこれ私知らんかった。これ何？これエストネーションっていうセレクトが。はいはい、エスネーション、はい、そことのコラボしたフレーバーでホワイトフローラルムスク、めちゃくちゃ人気で、ちょっと嗅いでみよう、はい、お、めっちゃいい匂いそう、だからね、あの無香料でもいいんですけど、うん、ちょっとやっぱ香り欲しいなという、うん、あの僕らはプロの仕事するときは別にいらないんですけど、うん、皆さん家庭で洗濯するときに、うん、こう毎日のことなんで、うん、ちょっと香って、うん、気持ちが上がる、うん、気持ち上げていきたい、上げていきたい、だから、うん、洗濯って辛いでしょ、辛い、あんまりやりたくない、やりたくないです、寒い日に朝からね、いやいや、冷たいの触って、いやいや、いやいや、まあ、その中でもちょっとこうハッピーになってもらえたらなっていうので、うん、ね、まあ、エストネーションさんあったり、うん、まあ、タトラスっていう、うん、タトラスさん、ダウンで有名な、うんうん、まあ、タトラスさん、あ、いろんなところと実はコラボしてるんですね、はい、まあ、結構アパレルさんが多いです、あとアーバンリサーチロッソっていうね、これもね、俺が選んだんですけど、香りローズハーブどうですか、あ、めっちゃいい、むっちゃむっちゃいい、どんな、むっちゃむっちゃいい、ローズの匂いする、すごい、お兄ちゃんがね、あの多分知らない方も多いと思うんですけど、もともとオーガニック系のね、うん、コスメのバイヤーやってたから、ね、匂いとか結構敏感ですもんね、あのド敏感ですね、ね、くっさーとかよく言いますもんね、そうそう、だからまあこういう結構ナチュラルな香り好きです、うん、え、香料にもこだわってるんですか、香料も、うん、ね、まあ、ちょっと難しい話になりますけど、うん、言うたって、言うたったろ言うたったろこの、まあ、洗濯洗剤っていうジャンルは、うん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 、雑貨分類なんですよね、うん、ちょっと難しい話しますけど、うん、で香料って、うん、あの化粧品だとめちゃくちゃ厳しいんですよ、はー、あの化粧品に使える香料と、ほうほうほう、そうじゃない香料っていうのが2種類あるんですね、はい、へえ、我々は要は化粧品類の香料を使ってるんで、うん、あ、肌につけても大丈夫っていうのをわざわざ洗剤に使ってるってことです、あ、じゃあ逆に言ったら普通の洗剤屋さんって洗剤って使われてない可能性がすごく高い、それは知らん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 、ピーッまあだからこだわりとしてはやっぱりその香料の部分も、うん、いいな、まあ ね、 いいね、こだわりすぎていくと、うん、もうこだわっちゃうんですよ ね、 ね、究極にこだわる、よくね、お客様からもね、うんうん、これ赤ちゃんにも使えますかとか、うんうん、あの、はい、ワンちゃんの衣類にも使えますかってね、うん、よく質問もらえるんですけど、はいはいはい、全然使って、ぜひ使ってほしいですね、うん、OK なんですよ、肌にいいから、お子様の衣類に、うん、ぜひ、はい、使ってもらいたい、あのすごく柔軟剤なしでも柔らかくなりますしね、うんうん、まあね、だから突き詰めていくと、うん、もうね、アイテムごとに宣伝ができちゃうわけですよ、うん、そう、ね、これね、いろいろバーって、はい、これはなんかデイリー用っていうふうに私も知ってるんですけど、はい、この下のものをちょっと見ていきたい、はい、
もうだからね、生地ごとに全部違うわけです。なるほどね。世の中ってデリケート洗剤1個じゃないですか。例えばデニム洗う時も、うん、シルクの素材洗う時も、うん、あと何ある？デリケートなもん。ダウン洗う時も、うん、1個でしょ、うん、全部これですデリケート用です、デリケートですみたいな。じゃないんですよ。なるほどね。我々は生地ごとに。はい。だって、全然違うものですもん。一緒に洗えるわけがない。ね、シルクもとデニムって全然違うじゃないですか。うん、違う。一緒じゃないわけないじゃないですか。一緒じゃない。だから、まあ、その素材に合わせて、うん、その素材がどういう特徴を持っているかっていうのを、うんうん、やっぱりこう、研究して、なるほど。その素材に合ったレシピをそれぞれ組んでるっていう感じです。だからなので、まあ、シルクール、カシミヤが洗えるもの、うん、まあ、あとランジェリー用ですね、レースとか。これ大事ですね、はい、はい。で、古着、私大好き古着用。何が違うんですか、これ古着用は。古着用はですね、まあ、そもそもこのダメージを持っている洋服、うんうん、なのに、うん、臭いのとかあるじゃないですか汚れてたり結構匂いで諦めるやつでしょ、うん、そこの、まあ、汚れと匂いはちゃんと取りたい、うん、でも、衣類にダメージを与えたくない。めっちゃいいとこ取りじゃないですか。うん、いいとこ取り、そう、うん、そうですね、そうそうそう、うん、そういいとこ取り、なんかいいとこ取りって嫌やな。あ、いいとこ取り、あ、何か八方美人みたいな、八方美人みたいな言い方したかんね、はあ、じゃあ古着にはいいんですね。古着に着目してやってます、やってますと、ね、なるほど。色柄物ね、色柄、ダークウェア、うん、もう不良なんか真っ黒ですから服がね、服が撮影来るっていつもね、黒い服着てるから真っ黒、うん、絶対これ顔なくて、え、顔も黒いけど見えないもんだけ今日なんて本当にいつかビデオにねあの出ていきたい、はい、出ていただきたい。デニムね、デニム、うん、もうデニムこれね、何回か紹介しましたね、ね、はい、アウトドアウェア、まあ、ゴアテックスとか撥水かかってる、うん、これは結構キャンパーの方とかにはね、もうこれからのね、うん、シーズンぜひ、うん、あとは、まあ、撥水剤ですね。撥水剤、あ、弾くようにね、水をね。でも、やっぱスポーツされる方、ジム行かれる方とか、はいはいはい、フィッシングもそうですし、うんうんうん、まあね、そういった衣類の匂いが、うん、匂い汚れ、しっかり取りたい方よ。うん、で、白 T、白シャツ、白大好きな人、うんうん、この粉洗剤とかね。粉洗剤ね、めちゃくちゃ白くなりましたって、わざわざ。お客さんこの前店来て言ってはりました。マジっすか、うん、めちゃくちゃ白になりましたって。これ夏のシーズンはね、ぜひ白 T 着られる方多いから、そうですね、うん、試していただきたい。で、あとこれもなんか一回洗濯して干し忘れたものがあって臭なるじゃないですか。で、これで洗ったんですよこの前、うん、取れます、めっちゃ取れた、取れます、一発でした本当に。で、うちくっさい犬がいるんでバニちゃんね、はい、むちゃくちゃ臭いんですよどうなってんのあなたの体臭っていうぐらいもうね、これでマットとかさ、あ、ね、ラグとか毎日寝るから、もうもうそっからすんごいもう部屋中に行くじゃないですか、ね、うん、これね、ぜひペット飼ってる方おすすめ、うん、めっちゃそれ分かります、はい、本当にこれでよくベッドシーツとか洗っていただきたい、はい、そうだから、ね、うん、色こう、ね、なるほどね、アイテムとしてあるんですが、まあ、そもそもは、うん、まあね、そういう衣装を洗うための、うん、仕事を効率化させるためのものであったということです、うんうん、なるほど、ここまで赤裸々にね語っていただいたのは、はい、YouTube では初めてかな。もちろんそうですね。ね、うんうん、でこれなんかちょっと最後聞きたいのは、このスプレーみたいなのは、うんうん、これはあれが、うん、マスクスプレー？はい、マスク用、うん。これちょっとチャラめ。ちょっとチャラい。チャラい。チャラいって何？なんていうかな。匂いがチャラい。ね、アイテムとしてチャラい。アイテムとしてチャラいね。うん、あー、何それは。これに関しては、うん、他のマスクスプレーでも良い。良い。うん、そういうの聞きたい、はい、もう、うん、なるほど、ね、なるほど、これはすいません僕がうん、正直にやってこう、はい、次男はちょっと反対したかもしれん、あ、そんなチャラいことできねえ、あ、僕がちょっと押したんですね、僕ちょっと押しました、うん、すいません、うん、あんまり触れないで、触れないでね、はい、アウトドアスプレーはいかがでしょう、はい、これはですね、うん、特許を取得しております、え、そうなん、はい、知らんかった、ね、何なのアウトドアスプレーって思うじゃないですか、うん、思う、あのね、衣類の虫食いスプレーです。
そういうこと？はい、それがメインです。名前が分かりにくいわね。分かりますね、すみません、ね。うん、分かりにくい。なんて表現すればいいの、うん、じゃあ。衣類の虫食いスプレー。ロングラスティングスプレーみたいな。分からん。ね。え、なんか衣類ロングラスティングみたいな。だからなんかこう、蚊よけ？ネーミングセンスない。蚊よけみたいな。蚊よけ？に思われるんです、アウトドアスプレーっていうと。うん。思う。でも、うん、一番は衣類の虫除けスプレーです、うん、なるほど。え、しかも特許し特許取得してますで、ナチュラル成分はい。え、ちょっと待って、結構いい品じゃないですか。いや、これめちゃくちゃいいですよ。で、夏場は実際蚊とかダニにも効きます、うん、あ、そうなの。はい。これペットも OK？ ペット OK。 えぇ、ー、ペットオーライ。うわー、はい、知らんかった。ね、全然チャラくないでしょ。全然これ真面目。真面目でしょ、はい。名前変えた方がいいかもしれないね。まあ、ね、ちょっとね、うん、分かりづらいという声は確かに多いです。はい、で、まあ、ね、アイロンスプレー、アイロン好きの方。うん、はい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 、はい、ね。洗濯のりが入った。あー、のりが入ってるんだ。パリッとね。はい。あー、これはなんか他の正直ベースで、はい、他の商品とは。のりが全く違う。使ってるのりが。そうなんや、はい。あ、だからデニムに入ってるのやつと。あ、そうそうそう。一緒。あの、市販では手に入んないです、うん、こののりは。あ、いい、そうなんだ、うん、いや、高級海苔と呼ばれる類。そうです、なので、パリッと、あの、張り感が全然違いますね。うん、伸びと。あ、なるほどね。全然違う。あ、ぜひ使っていただきたい、うんうん、まあ、はい、体感したい方はぜひ未熟に来ていただいてね。はい、はいはい、見ていただければ。これね、次男が一番、うん、まあ、好きかも。あ、次男好き。あの人これ多分一番好きだと思う。あ、そうなんだ、次男好きだって、はいはい、次男ファンの方はぜひ、はい、そしてこれが、これね、チャラいんです。めっちゃ好き、え待って、私めっちゃ好きやのにこれね、本当に犬の匂い消えるんですよ。私も犬飼ってるんですけど、あのベッド、シュッシュッシュッってしたら、うん、いい匂いになるから、ね、いい匂い、うん、あの、これはですね、うん、まあ、我々このビーチっていう香りがね、すごく人気 で、うん、でこれでやっぱ柔軟剤作ってほしいと。うん、何ですかって言ったら、香り、この香りを残したいんだと。あ、めちゃくちゃ声が多かったんですね。なるほどね、はい、はあ、で、柔軟剤作るって違くない、うん、って方針と違うとそも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 いらん言うてんのに。そうなんですよ、うん、なので、まあね、そういった方の声に応えて、うん、まあね、洗った後、乾燥した後に、このビーチの香りいかがでしょうかという、うん、なるほど。これほんま、ほんまにいい匂いなんですよ、うん、これ、はい、あ、もう囲まれていたい。でもチャラいんだ、これ。なんかチャラくないっすかその。私が薄っぺらい人間のように思えてきた。なんかね。でも、ぜひね、これで、ね、試していただきたい。これちょっと多分、次男反対したやつ。あ、次男反対。でも好きだよ、私は。次。まあ、これですよね。これね、最強。これは毎日使うかな、うん、俺。うん、ほぼ。うん、これ本当に落ちる。ね、クレモンシュー、これ YouTube 見ていらっしゃる方はね、いや、もう毎回出てますから、毎回見てると思うんですけど、はい、もうぜひその過去の動画、うん、見てみてください。もう凄さが分かります、うん、まあ、これもなかなかな、あんまりないっすよね。ウォッシングマシンクリーナー、うん、洗濯槽クリーナーで、うんうんうん、なんかよく、なんだろう、なんか安いなんか、うん、タブレットみたいな売ってたりとか、うんうんうん、はい、まあなんか、そうですね、ね、結構ね、塩素系のやつが多いんですけど、うん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 、あの、僕たちはすごく少量で、うん、1回の使用量が大体30ミリぐらいで、これ150ミリ入ってるんで、うん、5回分、はい、そうす、もうこれもね、うん、洗濯槽の匂いが、うん、まあ、これからね、夏を迎えるとか、うん、梅雨とか、うん、すごくジメジメした時に、うん、めちゃくちゃ活躍します。まあ、うちの商品でもすごくリピーターが多い商品ですので。あ、そうなんだ、はいはい、まだ使ったことないから使ってみよう、はいはい、なんかこの量り売りにもちょっと触れときましょうか。そうですよ、そら、うん、量り売りすごいです、もう今ね、うん、まあ、プラスチック使用問題とか、うん、いろいろありまして、うん、もううちの店でもすごい量り売りしに来る人が、うん、多いですね、多いですね、うん、ですごくお安くね、買えますし、うんうん、まあ、容器も無駄にしないので、うん、まあ、ずっとこう持っといていただいて、うんうん、あの、もういろんな香り、あと、うん、用途もね、シルク用もあったりとか、はいはいはい、シーズンに合わせてコロコロ変えるんで。あ、そうなんだ。はいはい、ぜひ、あの、はい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 、もう来ていただいて。え、これって自分のボトル使ってもいいんですか？全然いいです、もちろん。そうなんや、はい、じゃあもう皆さん全員ね、あの、うんうんうん、持ってきていただいた方が、まあ、割安にはなってるので、まあね、近くの人はぜひ、うん、ぜひ、はい、
ていただけるとと思います、はいはいはい、そして、うん、なんかここにもいろんな商品が並んでおりますが、はいはい、これは自社商品なんですか？あ、じゃないですね、これはちょっとポップアップで、うん、はい、知り合いのブランドさんの、うん、まあこう生活をより豊かにしていただくためのなんかアイテムっていうのを、うんうん、まあ、洗濯洗剤以外でも、うんうんうん、ちょっとご提案していきたいなということで。なるほどね、はい、あ、お兄ちゃんセレクトみたいな感じ。まあそうですね、ここはね、そうですね、うん、歯磨き粉、歯ブラシ、あ、オーガニック系なのかな。そうです、はい、うん、これめっちゃ、これめっちゃ歯白になりますというのをね、ちょっとやってまして。なるほど、で、はい、こっちもじゃあ他の商品が、そうですね、はい、いろいろ置いてあります。スチーマーですね、これ洋服を維持する シワをね、はい、伸ばすのには欠かせない、うんうん、私も持っておりますスチームワン、はい、で、毛玉取りですね。毛玉ですね、うん、ニットの、まあ衣替えの前にね、うん、毛玉取っといていただいて、うん、そうね、しまう前に、うん、と思います。で、なんかちょっとキャンドル置いてたりとかね。そうそうそう、ですね、あ、ギフトボックスとかもね、受けたまっておりますので、はい、結構私もリブレを知ったのは誕生日プレゼントでいただいて、はい、それで知りました。あ、そうでしたか、うん、そう、そうなんです。実はなるほど。で、ちょっとお聞きしたいのが、なんかこのお店、何がこだわってるんですか、はい、うん、なんかこだわりは。ああ、ね、内装に関してはすごくマテリアルを、うんうん、ポジションが、こだわってるっていうか、うん、やっぱり新しい、なんていうかな、うん、そのリサイクルされたもの、うん、もしくはリサイクル可能なもの、うんうんうん、まあ、そういうものでやろうということで、うん、まずまあこの床に関しては、うん、コルクです。コルク、コルク、あの、ワインの？ワインの。コルクなんですよ。あ、本当に知らなかった、それ。リサイクルされてるんだ。ね、コルクって、コルクの木があるんですけど、うん、周りの皮を剥いであげて、うんうんうん、売ると、より成長が促進するんですって。うん、だから、木を伐採しなくてもいい木材。なんですよ。うん、じゃあ、めちゃくちゃ環境にいいじゃん。めちゃくちゃ環境にいいです。あ、切らんといい、切らんと、切らんない、伐採しなくていいの。剥くだけってこと。剥くだけ。へぇー、あ、で、それをベースに使ってるんだ。ベースっていうか、それそのまんま、そのまんま、はい、え、綺麗。へぇー、ですね。なんか他はあるか。他は、このテーブルは、うんうんうん、昔のテレビのドラム缶じゃなくて、ブラウン缶、うん、はい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 、ブラウン缶をリサイクルした、うわー、テーブルなんですよ。ガラスなんですね、リサイクルされた、はい、へー、はい、めっちゃ綺麗です。ディテール見てみようと、光とか入るとすごい綺麗で、すごい綺麗ですね。 あとね、この全体的にカウンターもそうなんですけど、この壁、壁ね、うん、とかは、うん、雑誌をリサイクルして、へー、古紙ってことか。そう、古紙か、古紙、はい、あ、古紙、恥ずかしい古紙って古紙って古紙をリサイクルして、だからなんか柄がね、全部違うんですよ。あ、ね、なんか統一感はないですもんね。そうなんですよ。それがすごく味があっていい。なるほど。なんか今ね、洗剤とかいろいろ見てきましたけど、うん、なんかクリーニングと洗剤変える以外に何かできることあるんですか？はい、あとはこちらでですね、うん、お、最新型の洗濯機縦型、縦型、そしてドラム式だから、うん、実際ね、うん、結局僕たちは何を伝えたいかというと、うん、お家で洗えるようになってほしいんです。うーん、ね、いろんなものを、うんうん、でやっぱりこう口で伝えるのと実際やってみるのって全然違うので、うんうん、確かにね、はい、だからクリーニング出さなくても、うん、これ洗えますかから、うんうん、洗ってみましょうか、うん、みたいなことができれば面白いかなと思って、うん、まあ、ここはワークショップスペースになってますね。あ、なるほどね、これね、はい、多分いつも見てくださってる方はお気づきのように、ね、はい、ここから YouTube をいつも配信させていただいてるんですけども、はい、このようにワークショップができる、まあ、いろんな、ね、水回りとかも揃ってて、あとテスターですね、はい、販売してる、そうですね、うん、洗剤のテスターとかも全然使っていただいても、うん、あって大丈夫ですんで、ね、ワークショップをして実際どうやって洗うのかとかも、はい、教えていただけるところがある。そうです。もう変な話ですけどね、変な話ですけれども、でももうシェアしていこうと僕らの知識経験をですね、うんうんうん、はい、シェアすることで、うん、皆さんの洗濯ライフが豊かになってほしいと、うん、
そういうことなんですね。まあ場所になっております。なるほどなるほど、はい、あとはポップアップとかもやったりするってことですね。あ、そうですね、はい、うんうん、まあ、対談のこういった、うんうん、今もやった対談のイベントとか、うん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 、はい、まあいろいろちょっとやっていこうかな と思っております、うん、ですのでね、ぜひですねポップアップの情報ですとか、うん、いろんな新なんか新しい商品入荷しましたよっていうような情報はですね、リブレアンダーバージャパンのインスタグラムでフォローしていただくと見ていただけますので、はい、ぜひご覧くださいませということで、はいはい、あとですね、今日ご紹介させていただいた未熟、うん、ぜひ皆さんに来ていただきたいということで、そうですね、はい、ちょっと皆さんにですね来ていただいて、ぜひ体験してもらって、で Google にあの正直な口コミを、ね、いただくことで、10% オフの、クーポンお配りしてますので、うん、ぜひまず衣替えにね、うん、活用していただいて、そうそうそう、まあ、クリーニング出さなくても、うん、あのぜひこれ洗い方どうしたらいいですかっていう会話ができれば、うんうん、そうね、いいかなと思ってます、ね、はい、なので未熟ショップではクリーニングやってますし、はい、あのリブレ の, あの人気商品ですね、洗剤もゲットできますし、ワークショップをしたりとか、うんうんうん、あとは限定ポップアップストアとかもやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。何卒ということで今日はありがとうございました。朝鮮リーから一言、横浜から世界へ飛び出す洗濯ブラザーズ、コーヒー油のシミ、襟首汚れから心の汚れまであらゆる汚れを根こそぎ消し去る洗濯ブラザーズ。俺らずっと笑う。